はい、どうも、ひらちゃんです。はい、じゃあ本日はですね、スゴロクをソロでやっていきたいと思います。まあ結構ですね、なんか聞いてみると、スゴロクをソロでやってる人がめちゃめちゃ多いっていう風な感じで聞いたんですよ。で、その理由としては楽だからみたいな、まあ効率も変わらないし、楽だからソロでやってるんだみたいな、いや、それ大きな間違いなんで、あのね、結構スゴロクっていうのは、マス目にどれだけ止まれたかっていうのが大事になってくるんで、そうなってくると、まあ大体効率としては4分の1、まあ3分の1ぐらいになっちゃうわけですね。まあ確かに時間効率的にはいいかもしれないけど、まあそんな感じでとにかくもったいないことをしているということを今回ね、皆さんにお伝えしていきたいので、ぜひとも最後まで聞いてみてください。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで今回はですね、おなじみ白銀マップをやっていきたいと思います。まあ本当であればね、ドレアムマップの方をやっていきたかったんですけども、まあなんでもなんだ、ソロでやってる人っていうのはとりあえず白銀かなみたいな感じだったんで、まあ、実際どれぐらい効率悪いかっていうのをちょっと皆さんにね、話しながらやっていきたいと思いますよ。まあ冒頭でも言った通り、まあ結局スゴロクっていうのはどれだけそのマス目に止まれたかっていうのが大事なんで、でまあモンスターの強さなんですけども、まあ多分4分の1ぐらいになってるのかな。まあそこはね、やっぱソロでやると倒しやすいっていうことなんで、まあこの辺はまああれなのかなって思うんですけど、まあまずソロのね、てかデメリットしかなくて、単純に、まあメリットといえば素早く終わるぐらいなんですけども、デメリットはまずなんだ、サイコロ12回あるじゃないですか。で、それって4人でやれば48回止まれるわけなんですよ。まあ、ところが、まあ、こちらっていうのは、まあ、ソロでやった場合っていうのは、たったの12回、まあ、もしくはサイコロをプラス1とか踏んだとしても、まあ、13回とか、その辺が限界になるわけですよね。まあ、なので、まあ、結局、こういったコインマスとか倒したとしても、5000枚って変わらないんですよ。まあ、このね、ソロでやってる人っていうのは、この辺の倍率も多分、4倍とかになってるっていう風な感じで勘違いしてんのかな。まあ、多分そんな感じだとは思うんですけども、まあ、とにかく、ソロでやるメリットっていうのは、本当になくて、まあ、レベルが上がりやすいとかなんかその辺は、まあ、あるかもしんないけど、まあ、こんなソロでやってるから、レベルが上がらないと、どうしようもないっていうことで、まあ、運営から設定された、経験値の上昇量なんで、まあ、結局ソロでやると、難しい上に、単純にコインも稼げないという、まあ、そういった感じになってしまうわけですよ。まあ、もちろんレベルが上がるのが、こうね、すごく快感な気はあるんですけども、まあ、ただやっぱり、そのね、スゴロクって、結局、コインを持ち帰ってなんぼなんですよね。まあ、なんでスゴロクやるかって、コインが欲しいからなんですよ。まあ、よくコイン狙いかそうじゃないかって聞かれるんですけども、いやもうコイン狙い一択しかないと思うんですよね。来たい。もしかして、こういうの出やすいのかな？いや、もしかして、俺の知らない世界としてこういうゴールドマスが出やすかったりするのかな？いや、だとしても、絶対ソロだと効率が悪いんで、今、うまい具合にゴールドマス踏んで12000枚も稼いでますけど、まあ、ただ、通常こんなに稼げるわけはないんでね。まあ、なので、こういう風なとこを完備すると、やっぱり、ソロっていうのは相当効率悪くて、あ、命の木の実、ありがとうございます。まあ、どうなんでしょうね。本当に何かあるのかもしれないけど、ソロでやるメリットみたいな。まあ、ただ、やっぱり考えつく限りでは、そういったものっていうのは、まあ、ないので、もう、サイコロあと5個だしね。で、この状態で考えてみて、一発でボスいけないと、絶対ボス踏めないんですよ。ボスを踏めるか踏めないかでも、だいぶコインの入手量って変わってくるんで、まあ、ここっていうのはね、やっぱり、ボスを踏めないと、本当に悲惨なことになるんで、いや、だから絶対ね、4人でやった方がいいんですよね。仲間が揃えられないって人いるじゃないですか。要は、スゴロクを一緒にやる人を見つけるのがだるいとか、そう思ってる人、オートマッチングあるの知ってますか？いや、意外とね、本当にこれバカにした言いようじゃなくて、単純にオートマッチング機能を知らない人が多いらしくて、上に行けばオートマッチング機能スゴロクのあるんで、ぜひともそちらをですね、来た！ボス来ました。あ、違う、間違えた。あ、違う、ボスじゃねえわ、これ。読んだから違うのか。だからこれで絶対行かなきゃまずいってことよ。だからそう、オートマッチング機能を利用してみてください。よし。じゃあこれで1、2、3、4、5。5出せば OK。5出せば OK なんだけど、俺倒せるかな、今。5。あ、4。あ、待って、まだいける。メタルキングが来たから、レベル15ぐらいまで上がるんじゃないか。倒せるかな、これ。HP どんぐらいだろう。5与えて。お、これ低い。
あの HP10 っぽいですね、どうやら。ただこれね、4人でやった場合って HP22 だっけ、それぐらいなんですよ。ということはメタル系のそれっていうのが、まあ単純にあの HP がなんつか2倍になるだけなんですよね、4人でやったとしてもね。そういうことなんですよ。いや、やべ、17レベル上がった。今までこんな HP 見たことないんだけど、旅芸人で。これ戦士とかだったらどれぐらいいくんだろうね。いや、もうバトルマスターとか引いちゃったら悲惨よね、回復できないから。だから転職とか絶対にできないし、もう単純にあのスゴロクとしてね、一人でやる。あ、来た、なんかボス来たね。あの、せっかくなんであのボス頑張っていきたいと思います。どう倒せるのかな、これ倒してんのみんな。てかもう1万3000枚しか手に入れてねえんだけど、コイン。まあ終わる速度も4分の1だけど、まああのなんだ、入手できるコインも4分の1以下ってなっちゃうんで、どうなんですかね。さあ88ダメージ、ちょ頑張ってくれ。お、あ、いける、全然いけますねこれ。あのボス無理かなと思ってたけど、まあ状況によってはいけますね全然。うっ、ちょ待って、これ2回行動じゃないよね。待って、MP 効率的に考えたらホイミの方がいいか。よし、いやこれ足りねえ、ちょっと、まあ、足りねえんだけど、ちょっと待って、ごめん無理無理、これ無理、これ無理やわ。え、ちょっと2回行動とか聞いてねえんだけど、ちょ待って、こう待って、勇者ロトの気持ちがすごくわかる。あのあれ、ドラクエ1の勇者の気持ちがすげえわかる。勇者ロトっていうのかな、これもう攻撃した方が多分いけるな。なんならさっきもう回復したの完全に無駄だった。え、これ待って、無理なんだけど、え、これ倒してんのみんなボス。いや終わった、え、17レベルっすよ。最初あいけると思ったけど、いやジャミラスでさえ無理っていうね。やっぱこんな感じになっちゃうんで、いやあのマジで助け合いって大事ですね。はい、まあ、そう思いました今この瞬間。はい、ちょうど終わりました。コインはまあ13,680枚っていうか、あんだけやっぱマス目を踏んどいて、なんだそのたったこれだけっていうのが、これたあの4倍にしたところで、だって5万なんぼしかいかないわけでしょ。だそうなってくると単純に4人でやった方がサイコロね、あのプラス1もめちゃめちゃ踏めるわけだし、まあ、あとはボスも倒せる。で、あと、なんだ、いろんなね、そのマスに踏めたりとか、まあ、いろんな、このね、あの、普通の敵キャラのマスでも、ゴールドマスって発生するんで、まあ、そういう確率もやっぱ増えるし、まあ、単純にそうなんですよね。あの、コインの倍率が増えないんで、まあ、これが増えたら、ソロでやるメリットっていうのもたくさん出てくるとは思うんですけども、まあ、ただ、現状ですね、あの、コインマス、まあ、その、なんだ、ゴールドマスとかさ、その辺っていうのが倍率が増えないんで、まあ単純にあのレベル上がりやすくなるぐらいな話なんでね、ソロでやると。まああと敵の HP が2分の1ぐらいになるっていう。まあそんな感じなんで、まあとにかくこちらスゴロクっていうのはソロでやる必要っていうのは全くなくて、どうだっけ、あの、あ、これか、スゴロク案内係、多分、あ、これだこれ。これがあのオートマッチング機能の、そうですね、スゴロクのやつ。で、まあこれなんですけども、まあちょっと一回やってみようか。でこれちょっとなんつうか、まあ結構批判もあって、最初に座った人がマップを選択できるシステムになるんで、まあ、そこだけはやっぱ注意かなって思いますね。マップ選びたかったら自分で先に座ってください。最初に座った人しか選べないんで、だからまあ初心者さんの人とかだったっちゃうと、もしかしたらそのね、あの最初のマップとか砂漠のマップとか、そういうマップになってしまいがちなので、まあだから、なんだ、そのコインを稼ぎたかったら、まあ無難に行くんだったら白銀マップ。で、まあ単純にあの面白くて、さらにコインも稼ぎたいっていう、少し難易度上がるけど、まああれっていう人は、まあドレアムマップっていうのがまあいいとは思うんですけども、ドレアムマップ普通にね、あの7、8万枚稼げるんで、まあ稼げないときは本当4万枚、5万枚ぐらいになっちゃうけど、ただ白銀ぐらいやっぱね、あの、うまくいけば稼げるわけなんで、これマッチングしないね全然。まあ、多分今撮ってるのがあの深夜帯なんであれなんですけど、まあただあのお昼とかあのゴールデンタイムとかその辺では普通にマッチングするとは思います。まあそんな感じで、あのオートマッチング機能って普通に存在するわけなんで、こちらでぜひともやってみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのはこちらのスゴロク、ソロでやるメリット、デメリットについての解説でした。まあ、まとめますと、あのメリットとしては、単純に、そのなんだ、早く終わる。めっちゃ早く終わる。4分の1ぐらい、いや、それ以下の時間で多分終わる。で、ただ、デメリットとしては、あのね、結局コインが稼げないっていうこと、さっき見たでしょ。
うまいことゴールドマス乗って、でうまいことなんとかなったけど、まあ、ただそれでも1万3000枚しか稼げないっていうことは、実際には多分8000枚とかその辺ぐらいしか稼げないと思うんですよ。なので、でも効率にしたらやっぱり、まあ、そうやってなんだ4分の1以下になるってことですね。普通白銀って5万枚とか当たり前のように稼ぐんで、まあ、そうなってくると、まあたった8000枚とかしか稼げない日があるってことを考えると、まあそれ4倍したとしても3万2000枚なんですよ。そうなるとやっぱさ、全然コイン稼げないですよね。まあやっぱスゴロクをやるメリットっていうのは、そもそもコインを稼いでおみくじボックスと交換することだと思うんで、まあアクセサリーとかその辺もあるかもしれないけど、まあ、ただそういったことだと思うんでね、まあ、なので皆さんぜひとも、はい、4人でやってください。本当に仲間が集めらんないって人は、最悪ね、こちらオートマッチング機能があるんで、まあ、これを利用してみてください。まあ、基本はね、フレンドとやりましょう。ということで、今回の動画面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんの意見もコメント欄でお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。